私宮永が膨大なコレクションの中からですね古今東西のビートルズ遺伝子を持つ作品を皆さんに提示してビートルズの本質を改めて皮膚感覚で味わっていただいているわけです。まあビートルズといっても初期中期後期でビートルズ自身も作風がガラリと変わりますからね。 いつの時代のビートルズ DNA を持っているバンドかによってもいろいろと見えてくるわけですけれども今日はビートルズ初期まあ62年63年そのあたりのフレーバーですよねこれね結構すごい話なんですよというのは えーと大滝栄一さんの「ふっさ」のお宅にお招きいただいていろいろと大滝さんが自らいろんなシングル盤とかをですねターンテーブルに載せていろいろと解説しながらこう特え引っかえ聞かせていただくっていうそういう体験も個人的にさせていただいたことがあるんですよ。でそれこそね長嶋茂雄さんのこういう 声でいろいろ語るそのシーと聞かせていただいたいろいろ爆笑に次ぐ爆笑の解説もあるんですよそんな中すごいのを聞かせていただいたんですよそれはどういうことかというとまあ、ちょっとここで話は逸れますが逸れてないんですけれども、まあ、ビートルズというのは自分たちが聞き込んでいいなと思う先達の 音楽をいろいろとミックスしていいとこ取りで自分たちなりの配合バランスで提示したっていうそれがビートルズマジックだったりビートルズの本質だったりするんですねそれで例えばまあルーツオブザビートルズの会この YouTube 動画でもいろいろとアップしてますので見ていただければわかると思うんですけれども 例えばそのエバリーブラザーズのコーラスジョンとポールがハモっているビートルズの曲を一人で鼻歌なりまあ、口ずさもうとする場合にある時はジョンのパートある時はポールのパートに自然に行っちゃったりするんですよそのくらいにビートルズの歌っていうのはどちらが主旋律でもどちらが副旋律でもないこう入れ替わるんですよねそのあたりのコーラスワークはまさにエバリーブラザーズ仕込みなんですよ ただエヴァリーブラザーズはゆったりとした感じで綺麗にこうそういうハモり方するとアコースティックギター主体ででもビートルズはそれをシャウトでハモるこれビートルズの発明なんですよこれは大滝栄一さんの「のアメリカンポップス伝」という NHK の FM で何回かに分けてやってで途中で大滝さんが急世なさったので逝去なさったので未完に終わったんですけれども その時に聞いてなるほどと思ったんですよね大滝さんに感想のメールを書いたらそこは確かにあのこれまでなかった私なりにも新しいその見解の提示ができたと思いますっていうエヴァリーのコーラスをルーツにしてるのは何て言うの知ってた分かってたでもそれをシャウトでやったのはビートルズの発明なんだっていうそれはあのー、やっぱり亀渕さんかな浅妻さんかな その辺りからもその時の放送を聞いて大滝さんにそういう感想あれは新しかったねとあれはなるほどと思ったっていうような感想メールが感想を頂い,いたということも大滝さんはおっしゃってましたねでまあそういうことがあるとだからチャックベリーのエレクトリックなギターのアンサンブルとかギターリフとかそういうのもビートルズのマジックの要素にはあるとあとはコード進行 コード進行はチャックベリーの3コードみたいなのそういうのももちろん初期はベーシックにしてますけれどもバディ・ホリーのコード進行がやっぱりねでかいんですよただのチャックベリーでもないただのエヴァリーだけでもないバディ・ホリーのコード進行をエヴァリーのハモリでチャックベリーのギターリフ付きでやるとそこに感想なんかはそのジェット・アトキンスみたいな土臭い感じの そういういのをグレッチカントリージェンントルマン象徴的ですよねチェットアトキンスモデルのグレッチその名もカントリージェントルマンというそれをジョージが弾いてまるでチェットアトキンスの「カントリージェントルマン」という名前のギャロップ奏法の本当に干し草の香りがする馬が全力じゃなくパカランパカランとギャロップするそういう感じで跳ねる感じでやるんですよね「オールマイ・ラビング」の感想ソロなんか象徴的ですよ。 でえっ、ー、とまあそんないろんなものがここに挙げただけじゃなくいっぱいミックスされてるその絶妙な配合バランスというのをですね62年の10月のデビュー曲の「ラブミードゥ d からこうずっとやってきてると初期の何枚か。大滝栄一さんがフッサで私に聞かせてくださったのはカーター・ルイスの「ヒアズ・ホーピン」っていうシングルだったんですよ。 それはですねまさにエヴァリーのハモリをチャックベリー的なエレクトリックなアンサンブルでやってしかもバディホリー的なその聴き終わったらもう一気に口ずさみたくなるようなコード進行そういう感じでやってるんですよ。で発売が62年の10月「ラブ・ミ・ー・ドゥ」と同じ月なんですよ。でも 配合バランスがビートルズと微妙に違うからビートルズになれなかったんですよねコンセプトは同じ時期にそれ考えついてやってた人もいたってことが衝撃だったんですねだからそれは例えばスターウォーズでですね R2D2、R2D2 っていうあのロボットみんなが大好きなあれ以外にスターウォーズの宇宙船の中とかでですね 微妙にちょっと違う R1 型とか R2 じゃなく R1 型とか P1 型とかですねまたは R3 型とかいろいろあったりして色も違ったりちょっとここが台形になってたりとかですね丸じゃなくいろいろあるじゃないですかあれを見る思いでしたねそれがカーター・ルイスのヒアズ・ホーピンだったんですよ もう感動というかそういう神の目になって俯瞰でわあ同時代1962年の10月に似たコンセプトを目をつけて発明して出した人がいたんだってまるでほんの一足遅れで電話の発明者はベルっていう人になったけどほんのちょっと遅れでもう一人発明した人いたみたいなああいうもう俯瞰で世の中を見て神の目になったようななんか玄運感というか。 ククラクラっとくるようなすごい感動がありますねこれイギリスのバンドなんですよ同じ時代のここで話は変わりましてオランダ昨年2019年の7月の20日まで8年間私が暮らしたオランダでビートルズの遺伝子はやっぱりディープに反応してるんですよねザ・キックっていうバンドがあるんです 彼らはまだ30代前半ですよ。若いですよ。知り合った頃はだから20代だったわけですからね。彼らはそんな若いのにビートルズの遺伝子ものすごい濃厚なんですよ。 でビートルズの遺伝子だけじゃなく、まあ、60年代のいろんな音楽その辺はホフ・ディランのワタナ「渡辺エイビー」も同様ですけれどもいろんな音楽が血となり肉となってるわけですけれども特にビートルズ濃いんですよね。でジョン・レノンが60年代初期、まあ、645 64年くらいまでかけていたウェリントン型のサングラスいわゆる黒澤明さんみたいな。 あああいうサングラスですよあれなんかもうきちんとなんか60年代中期っぽくかけたりとかですねいろいろリケンバッカー持ってたりしてるんですけれども彼らが2011年に出したファーストシングルかなこれ「エクセルシオール」っていうオランダでもうそういう60年代ビートルズの遺伝子持ってるバンドとかあとはちょっと変わったいわゆる何だろうな 90年代半ばの渋谷系的なる世界的なムーブメント日本では渋谷系って名前ですけれども川勝正幸さんなんていうサブカルチャーの目利きのライターの方は世界同時渋谷系かっていうもう世界同時に渋谷系って日本ではいうその名前がつくような感性のムーブメントカルチャームーブメントが同時多発で起きたんですよね。だかからコーネリアスとかの ジャケットデザインを手がけている進藤光雄さんなんかが手掛けるジャケットと似たセンスのそういう共鳴し合ってシンクロニシティ的なそういうジャケット垢抜けたジャケットとかのトラッドリアレーベルの数々のジャケットみたいなああいうのが世界でいろんなとこで出たりグランジからラウンジへっていうそういうキーワードが英語圏では発信されてたりモンとラウンジ系のそういういわゆる マーティンデニー楽団のエキゾチックサウンドとかそこからさらに発生してアーサー・ライマンとかですねまあエスキベルとかいろいろねそういうモンドって珍奇なとかちょっと変わった音楽だったりラウンジっていうのはもうゆったりそれこそカクテルラウンジとかあのホテルのラウンジでかかるような音楽なんだけれどもそれのそのまんま1950年代のを聴くんじゃなくてその。 90年代半ばのその最新の DJ がリズムとかリミックスしたりするものも含めて再評価されたんですよね。うん まあまあ話はそれましたけど、エクセルシオールっていうのはまさにね、そういう渋谷系90年代半ばとかも、そういう感じのワクワクするのもいっぱい出す、信頼できるレーベルなんですよ、オランダの。結構、オランダに旅行行くたんびに買ったりしてたんですけれども、そこからやっぱり2011年にザ・キックシングル版出したんですよ、デビュー。これの B 面が ヒアズホーピンなんですよ渋いところをディグして掘ってきて持ってきますよねこれはねオランダの最初にオランダで知り合いになったのがケース・スキャパー君ケース・スカパーって言うんですよ「s c h a p e r スカパー」 ーカッパー君っていう彼と2008年に知り合ったのはアムステルダムの繁華街中心部にあるフェイムミュージックっていうレコード屋さん量販店ですよ。今もうないんですけれどもそこで私が「モジョのホワイトアルバム特集2008年ですからホワイトアルバム何40周年か。 特集でホワイトアルバムの曲をいろんな人がカバーしてる CD がついてたんですよ。しかもホワイトアルバム2枚組なんでそれのディスク1とディスク2と2種類あったんですよ同時発売で。だから当然2冊買ってですねレジに持ってったらその若い男の子がですねお いいですねって言うからあ、君もビートルズ好きなのって言ったら僕も大好きだし僕の父親も大好きだって言ってでへーって息とんをしたんですねそんな知り合い方なんですよで今度僕はあのアムステルダムこの滞在中にリバプールのインターナショナルビートルウィークに8月の末に行くんだって言ったら僕も行くんだって彼が言うんですよ だからへえじゃあ連絡取り合ってリバプールで会えたらいいねって言って会ったんですよそしたらケイス君とケイス君のお父さんんだったたですよ一緒に来たの後から分かったのはケイス君のお父さんは1964年のビートルズのただ1回だけのオランダ公演を記念する記念碑をきちんとそのコンサートが行われた場所に建立する。 そのビートルズ・イン・ブロッカー基金っていうようなそのオーーガニゼーションの,その幹部だったんですね、うん、2014年が50周年だからそれに先駆けて 1, 年前に除幕式やったのかな何の除幕式かっていうとそれまではジョン・ポール・ジョージ・リンゴのイラストが描かれていたんですけれどもそれを史実に基づいてジョン・ポール・ジョージ・ジミーに変えてそれの除幕式があって。 で、その1年か2年後にビートルズライラン50周年、その盛大な記念イベントもあって、全部そのケース君のお父さんが関わって中心になってやってたんですけれども、そういう除幕式とかも、私は日本人ジャーナリストとして唯一公式にお招きいただいてですね、全部取材してレコードコレクターズにもビートルズライラン学としてですね、ビートルズライニの番外編としてルポしたんですけれども、何回かね。そこに、 呼ばれてるののののはやっぱりザ・キックのそのうちの2人ですよまあ言ってみればビートルズで言えばジョンとポールみたいなキック5人なんですけどキーボード入れてそのうちの2人がアコースティックギターでこう来ていわゆるビートルズの初期のナーク・トゥインズみたいなそういう仕様ですよ2人だけでアコギででそこでビートルズのナンバー歌ったりしましたよその呪幕式で。 結構いろんなところでケイスくんの22歳の誕生日が2011年にあった時もそのケイスくんとかクラブ借り切ってこう DJ いろいろシングル60年代の渋いシングル若いのみ,みんな持ってんですよでキックのメンバーもいたりでキックのメンバーがそこで生でやったのがヒアズホーピンだったんですよねうわ渋いところオランダの遺伝子は若いジェネレーションも 渋いとこちゃんと把握してそれカバーするんだとそれをもうビデオに撮ってですねすぐに大滝栄一さんにオランダからお送りしましたよその動画大滝さんから教えていただいたあの冷やずホーピングをオランダの若いバンドがやってるとこんな渋いビートルシーンがオランダでフローリッシュは花開いて反問してるんだというような思いでしたねということで このねザ・キックなんて紹介するっていうのは多分このラジオビートルズ大学および金沢大学ビートルズ大学が初めてだと思いますよ。なかなかね英語圏じゃないんでオランダの音楽シーン日本に情報入ってきませんからね実際の曲はこの動画の下に。 文字でバーっといろんな情報書いてありますからそこにリンク貼っておきますので合わせて聞いていただければと思います。面白かったなと思っていただけたらチャンネル登録、アラート、いいねとりあえず全部押しといていただけたら大変嬉しいです。それではまた。